1. 食法。2. 消化区、3. 細胞口。4. 細胞陰頭、5. 細胞肛門。6. 収縮法。7. 大角、8. 専門メディアを再生するペラミシアム SP の動画。細胞口がよくわかるゾウリムシは、顕微強化では、ゾウリのような形に見える専門ムシの一種、ペラミシアムコデイトムの網を、講義には、ゾウリムシ属に属する種を指す。 深刻を有する単細胞生物としてよくなお知られている。微生物自体の発見者であるオランダのレーウェンフックによって17世紀末に発見された。日本語名は動物学者の河村富人が1930年に付けたものであり、英語名のスリッパ・アナマルキュルのスリッパをゾーリと訳したことに由来している。分類表内の写真はペラミシアム。 アウレリアの位相差顕微鏡像である。色は位相差の光学系によるものであり、細胞本来の色ではない。楕円形の細胞周囲を取り囲み薄紫色に映っている部分が移動に用いる繊毛である。右下と右上に白くわずかに星型の輪郭が見える、目立つ構造は浸透圧を調整するための収縮法。中央やや下に見える、のっぺりした灰色の部分が、 栄養核として知られる、大核。多数の触法も見える。細胞口、細胞肛門、生殖用の小核などはこの写真では見えない。細胞の長さは90から150メートル、幅は40メートル程度である。名前は平たい印象を与えるが実際には円筒型に近く、中腹には細胞口というくぼみがややねじれるように入っている。細胞表面には、 約3500本の線毛を持っており、その線毛を使って泳ぐ。線毛は、体表の線毛列に沿って生えている。線毛は、細胞全体にほぼ均一に生えているが、細胞口の奥の部分では、細胞引頭に向けて、特殊な配置と動きが見られる。線毛は5%エタノール処理などのストレスにより、脱離させることができる。細胞口の奥には、 細胞内へ餌を取り込む細胞の土口があり、餌はここを通って食法に取り込まれる。食法内で消化が行われ、有用な成分は細胞内へ吸収されながら、食法は細胞内を回るように移動する。排泄物は細胞後方の細胞肛門から放出される。細胞の前後には大きな星型もしくは鼻に見える放射状の細胞器官がある。 これを収縮法と言い,い、細胞内の浸透圧調節を担っている。収縮法は中央の円形の部分と周囲に花びらのように並ぶ累積型の部分から構成される。水の排出時にはまず累積型の部分に水が集まり、ここから中央の円形の部分に水が移され、細胞外に水が放出される。細胞内には大小二つの細胞核があり、 それぞれ大核と小核と呼ばれる。大核は普段の活動に関わる。小核は生殖核とも呼ばれ、有性生殖に関して働くとされる。細胞内に機能的に分化した核を持つのは、専門虫類の特徴である。無性生殖は分裂による。他の専門虫同様、体軸方向の前後の部分に分かれるようにして分裂する。有性生殖としては、 細胞の接合が行われるが、その方法はやや特殊である。接合に先立ち、大核が消失するとともに生殖核である、小核が減数分裂を行い、4つの核に分かれる。このうち3つは消失し、残った1つがさらに2つに分裂し、このうち1つの核を互いに交換する。その後、それぞれの細胞内の2核が融合することで接合は完了する。 この間、2個体のゾウリムシは互いに同一方向を向いて寄り添うが、細胞間に連絡を持つだけで細胞そのものの融合は行われない。なお、接合後に大核は昇格をもとに改めて形成される。水田や沼や池など、淡水の死水域に分布する。細胞表面の専門により遊泳するため、単細胞生物としては移動力が大きい。 障害物などに接触すると、専門逆転により、遊泳方向を反転する。ゾウリムシは主に新生細菌を餌とする、細菌食性生,生物である。ただし、緑ゾウリムシは体内に緑藻であるクロレーラを強制させており、光合成産物の管流を受けて生活することも可能である。逆に、ゾウリムシの捕食者は、大型のアメーバやリディニウムといった、 他の専門虫である。ディディニウムは細胞全体の興奮部にエクストルソームと呼ばれる射出器官を持ち、これをゾウリムシに打ち込んで動きを止め、飲み込んで消化する。ゾウリムシは浸透栄養ではなく捕食性であるため、培養に際しては細菌や酵母などを餌として用意する必要がある。一般的には藁やレタスなどを煮出し、その液を培地として、 枯れ草菌を増やして餌とする。枯れ草菌の培養が困難な場合には市販の乾燥酵母などを利用する方法がある。ありがとうございます。